トヨタスポーツ800とは、トヨタ自動車工業が1965年から1969年にかけて製造した小型のスポーツカーである。車体形式はアップ15。超軽量構造と空気抵抗の少なさで、響きながら優れた性能を発揮したことで知られる。愛好者からは、ヨタ8の通称で呼ばれる。ホンダ技研工業が1963年から、 生産したホンダ S500 に始まる S シリーズとは公的種として並び称され、1960年代の日本製小型スポーツカーの修作として評価が高い。当時トヨタが生産していた最小のモデルである大衆車パブリカのエンジンと車種を流用することを前提に、トヨタの系列会社の関東自動車工業で1962年で開発に着手した。主査は、 初代カローラの生みの親で知られる、長谷川達夫。当初は、パブリカスポーツの名称で開発が進められ、非力な、パブリカ用エンジンで高性能を確保するため、航空機さながらに徹底した、軽量化と空気抵抗の抑制が図られた。このため、オープンボディながら難易度の高いモノコック構造を採用し、市販型でも重量はわずか 580kg に抑えられている。 関東自動車工業の海流水槽で研究を重ねるなどして空気抵抗の低減を目指したデザインを起とした結果、徹底して丸みを帯びた全長 3580mm 全幅 1465mm 全高 1175mm という小さな2シーターボディは凄みは赤い無駄が大変愛嬌のある形態となった。 空力対策としてヘッドランプをプラスチックでカバーしたその造形は同社の 2000GT でのフォグランプ処理を彷彿とさせるが実際には掃除を狙ったわけではない。原型のスタイリングについては日産自動車出身で当時関東事項に移籍しておりダット310,210やブルーバード310をデザインした佐藤翔蔵が手掛けたと一般に伝えられている。だが 長谷川達夫が後年語ったところによれば、現実のスポーツ800のデザインの大部分は、長谷川と関東自動車社内スタッフとが手掛けたもので、どちらかといえば、直線的デザインを好んだ佐藤が寄与した部分は少ないという。これに対し、関東自動車開発部門のプロパー社員で開発に携わった菅原隆一は、開発企画自体が関東自動車側からの発案で、 トヨタ事故と長谷川を巻き込んだものであるとし、関東自動車側のデザイナーらが、佐藤の主導で試作車デザインをまとめ上げたことを証言している。長谷川は卒業研究では、翼断面型を研究し、就職後は試作機器94を担当するなどした元航空技術者であり、スタイリングや試作車において、ドアの代わりにスライド式キャノピーを採用したことからも航空機を、 意識した設計が伺える。しかし、さすがに、乗降や安全性の面で問題があり、市販車では、通常型ドアと、より現実的な着脱式のトップとの組み合わせを採用した。ポルシェ911での同例に用いられていた故障を流用して、後年、タルガトップと呼ばれるようになったが、採用は、こちらの方が早い。 ほとんどのコンポーネントをパブリカからの流用もしくは強化で賄っている。フロントを縦置きトーションバースプリングのダブルウィッシュボーン独立リ,リアをリーフリジットとしたサスペンションの基本レイアウトもそのままである。ブレーキもまだ前後ドラムではあったが、さすがにシフトレバーはフロアシフト化されていた。パワーユニットは当初 パブリカ用の夕方エンジン流用が考えられていたが、最高速度時速 150km 以上を起とした、性能確保には非力であり、約 100cc の排気量拡大と、ツインキャブレター装備によって cc、790cc、45PS とした。それでもまだ非力としか言いようがなかったが、空気抵抗係数0.35を誇る、超軽量空力ボディの効果は大きく、 時速 155km の最高速度を達成した。同時期に DOHC の高回転高出力エンジンを 700kg 級の車体に搭載したホンダ S600 とは対極的な発想に位置する。1965年4月から市販された。東京地区標準販売価格は59.5万円で比較的廉価に設定されていた。 ホンダ S600 の56.3万円と大差なく、当初から競合モデルとして考えられていたことが伺われる。しかし、小型といえどにシーターのスポーツカーが大量に、売れるほどの情勢には至っておらず、日本国外への輸出もほとんど行われなかったため、1969年10月の販売終了までの累計販売台数は3131台に止まっている。 長谷川のインタビューによれば、もともと売るつもりで作った車ではなく、パブリカの開発が終わり、次のカローラが始まるまでの手慰みにやった、実験的な作品に過ぎなかったという。パブリカのコンポーネントを流用したのも、製品化予定のない車には、会社の設備を避けなかったためである。しかし、1962年の東京モーターショーに出品したところ、思いがけぬ反響があったため、 販売部門からの要望で製品化することになってしまった。輸出がなされなかったのも、当時の日本に合わせたパブリカのコンポーネントでは、アメリカの道路を高速で飛ばすような使い方に耐えられないと判断し、長谷川が強固に反対していたためである。日本で自動車レースが盛んになりつつあった時期の出現であり、公的種といえるホンダ S600 の存在もあって、ヨタ8は、 日本国内の自動車レースで多くの逸話を残した。ジェット機のごとき音を発する DOHC4、気筒エンジンを搭載し、とにかく速いが、重く曲がりにくく、燃料を食うホンダ S600 に対し、ポロポロポロ、あるいは、バタバタバタ、時の抜けたに気筒エンジンの音を立てながら走る、ヨタハチは、その軽さによって操縦性が良かったことに加え、当時珍しかった。 風道開発のおかげで空気抵抗も少なかったため燃料消費やタイヤ摩耗が少なく結果としてピットインの頻度を他社より少なくできるという強みがあった。1966年の第1回鈴鹿 500km では一度もピットインすることなく優勝した上30%も燃料を残していたという。なお、このレースに参加したヨタ八のうち フレームナンバー、アップ15から1万7の車両は現存しており、トヨタ自動車の手による徹底的なレストアとチューニングが行われ、スポーツ800グレーン、コンセプトとして復活している。さらに整備性の良さから、ピットインではエンジンを丸ごと交換するという荒技まで可能となり、ピットインによるロスタイムが勝敗に大きく影響する長距離レースでは、その 経済者たる長所が大いに際立った。ヨタ八による名勝負として伝説的に語られるのは1965年7月18日の船橋サーキットにおける全日本自動車クラブ選手権レースでのウッキーや東次郎の優勝である。1300cc までのカテゴリー GT-i レースの序盤に宇宙決戦でホンダ S600 を借る池沢トールのスピンに巻き込まれて、 クラッシュし、消破した車体を復旧すべくピットインした、ウキのヨタ八は、1時16分位にまで後退しながら、その後驚異的な追い上げによって、順位を一気に挽回、ついには先頭を走るイクザワの S600 を抜き去り、さらに2位以下を19秒以上引き離し、優勝している。カスタービンハイブリッドトヨタが1965年から研究を進めていた。 ハイブリッドカーの試作車両として1977年の東京モーターショーにこのスポーツ800のボディとガスタービンエンジン及び電気モーターによるハイブリッドシステムを組み合わせたトヨタスポーツ800ガスタービンハイブリッドを出展している外観上ではボンネットに大型のエアスクープを備える点でノーマル車と異なっておりエンジン以外の内部機構ではトランスミッションは 全身二足となっている。エンジンの交渉出力はガソリンエンジン車とほぼ同等とされた。トヨタスポーツ EV 復元されたパブリカスポーツのレプリカ。ありがとうございます。